にちは、マヌコーヒーの宮城真一です。マヌコーヒーに入って今年で6年目になります。店舗では主にバリスタとして働いています。イベント出店やアパレルやグッズの制作にも携わっています。今回は僕がマヌコーヒーのことを代表して紹介させていただきます。よろしくお願いします。マヌコーヒーは福岡市中央区に大名張吉薬院にあるコーヒー屋です。カップ一杯の宇宙をテーマに一杯一杯丁寧に入れています。マヌコーヒーのマヌはマヌファクチャーから付けられています。コーヒー一杯一杯を丁寧に心を込めて提供したいという思いが込められています。マヌコーヒーの始まりは2003年にここ張吉店からスタートします。アメリカのポートランドから来たポールさんという方がやっていたカフェをオーナーの西岡が引き継いだことがきっかけです。で、当時はまだあまり浸透していなかったエスプレッソを福岡に持ち込もうとした感謝の気持ちを込めて引き継いだ会社の名前は今もそのままにしています。21年目になりました。去年張吉店がリニューアルオープンして、現在は3店舗で営業しています。区の金竹の里公園内にあるマヌアスタンドは運営委託として営業しています。では早速張吉店の店内を紹介させていただきます。まず入って、レジ回りですね。で、ここがレジになってて、でまず最初に目に飛び込んでくるのが、コーヒー豆を売ってて、定番のクジラブレンドから、シーズンのブレンドだったり、この辺は全部シングルのコーヒー豆なってて、あとデカフェのコーヒー豆なんかもあったりします。でパッケージも三重の龍さんっていうデザイナーアーティストさんの方にコーヒーという文字をお願いして、パッケージもこだわっています。で、この辺がドリップバッグですね。でドリップバッグもコーヒー豆と同じラインナップになってて、でこれもちょっとおすすめなんですけど、クイックマルっていうエスプレッソをフリーズドライにしたインスタントコーヒーになってて、お湯で溶かしたり水で溶かすだけですぐ簡単に飲めるコーヒーなんでおすすめです。でこの辺はライターやステッカーや、キーホルダーとか、ちょっとサクッとしたお土産にもちょうどいいゾーンですね。ちょっとこの辺が福岡のローカルの和菓子屋さんとコラボしたシリーズで、これが羊屋さんっていう大橋にあるお店のコーヒーの羊羹になってて、これが風紀さんっていうところとコラボしたコーヒーのカステラになってて、これが入江製菓さんっていう北九州にある企業さんに、エスプレッソを送って、エスプレッソをコーティングしてもらったコンペイトになります。で自家製のビスケットになります。パッケージなんかも福岡のその関係性のあるアーティストさんにお願いしたりしていて、この水出しコーヒーはラークさんっていうアーティストさんにちょっとお願いしています。でこのクジラブレンドのこの博多にわかのパッケージはポップコピーさんっていうアーティストさんにお願いして、とても可愛いデザインになっています。次は店内なんですけど、張吉店が去年リニューアルオープンしたんですけど、インテリアプロダクトデザイナーの高須岳さんという方が担当してくれています。黄色を基調としてすごくかっこいい店内になっています。で、こういう黄色の椅子なんかもすごい特徴的で、こういう感じで座ったり、ここに荷物を置いたりして、自由に使ってもらったらと思います。と、あとここのドアが開くようになってて、ちょっとこういう感じで外の人とコミュニケーションも取れるようになってますね。あんまこういう人はいないんですけど。で、まずこの目に入ってくるポスターなんですけど、
まあ、去年あのマヌコーヒーのクジラ店の方であの展示をやったあの平野正人さんっていうアーティストさんの、まあ、作品になってて、まあ、その作品をちょっと飾らせてもらってます。でこのマヌのアートワークをあのプリントした新作の T シャツもおすすめですね。最近はあのハイロックデザインオフィスさんっていう方にあのずっとデザインをお願いしていて、まあ、こういう T シャツだったりあのキッズも本格的に展開がスタートします。この辺もキャップから、まあ、T シャツだったりこれがあのソックスだったり、まあ、手ぬぐいもあの販売しています。で、まあ、上がコーヒーの抽出器具とかがメインになってて、まあ、これがあのうちでも店舗でも使っているフレンチプレスですね。でこの辺が、まあ、タンブラーだったりオリジナルこの丸のアートワークをプリントしたグラスとかも販売しています。でまあここがカウンターになるんですけど、あの針吉店が一番このお客さんとの距離がこう近くて、まあ、お客さんとのコミュニケーションとかも楽しめるすごく魅力的なお店になるので、あのそこもおすすめです。で次ちょっと外に行ってみましょう。まあ、まずこの外出てすぐパッと目に入ってくるのがこのコーヒーの自動販売機になってて、まあ、夜豆が切れてしまったり、まあ、朝出勤前などにもサクッと豆が買える24時間営業になっているので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。で、まあ、自販機の限定のセットなどもあるのでお土産などにもおすすめです。お客さんが美味しいと思ってもらえる味作りを徹底しています。そのために焙煎は甘さや質感や風味にフォーカスを当てて行っています。それぞれの豆が持つ個性を最大限に引き出したサイケデリックなコーヒーを目指して日々コーヒーと向き合っています。メニューもコーヒーから自家製のシロップを使ったソフトドリンクまでかなり豊富にあるので、たくさんの人に楽しんでもらえたらなと思います。チーズケーキ、ビスケット、トーストなどのスイーツも全て自家製なのでおすすめです。まずはコーヒーに感謝するということと自分たちが楽しむということを大切にしています。で、町のコーヒー屋として店舗から出るゴミを減らす取り組みをしています。で、まあ、コーヒーを入れるときに出る豆かすが年間およそ3トン近く出るんですが、その豆かすを再利用したマヌアという肥料を開発することができました。で、まあ、その縁もあって金竹の里公園内でマヌアを使ってお米や芋や麦などを育てて様々なプロダクトが生まれています。そして、まあ、店舗で使うストローもサトウキビストローを使っていて、バナナやオレンジなどもすべて堆肥に変えて、それも肥料の一部になっています。カップの中にはコーヒーの生産者や焙煎をする人や、まあ、抽出する人などのたくさんの思いが詰まっています。で、まあ、その一杯のコーヒーを通して新しい出会いだったり新しい創造など何かのきっかけが生まれてくれたら嬉しいと思いが込められています。より美味しく、まあ、心が豊かになるコーヒーを届けていきたくて、まあ、カップオブエクセレンスっていう品評会があるんですけど、その品評会で優勝したあのロットを積極的に仕入れていきたいと思っています。また金竹の里公園の近くのビニールハウスを今改装中で、まあ、そこでマヌア肥料を使ってコーヒーの木を育てることができそうです。まあ、今後とても楽しみにしています。で、まあ、これを見て共感や面白そうだと思って、まあ、一緒に働きたいなと思った方がもしいたらぜひホームページ見てご連絡お待ちしています。